調査による都市圏人人口は約83万人沖縄本島を北、中、南の3つに分けて広域行政権のうち、那覇市を中心とした南部広域市町村県の市町村と、岐野湾市、西原町、中城村が那覇都市圏に該当する。これらの地域は面積が50平方キロメートルを超える地方自治体が一つもなく、 三大都市圏並みの人口密度を要する自治体が集中している。ゆえに狭い範囲に多くの人が居住しているのが、那覇都市圏の特徴といえ、沖縄最大の都市圏を形成している。なお、地方での人口減少が深刻な問題になっている。今日においても、那覇市周辺では人口増加が著しく、2016年10月、現在の都市雇用圏、 の人口は86万2000人を超える。沖縄本島を北、中、南の3つに分けて広域行政権が作られている。那覇市を中心とする南部では南部広域市町村県事務組合が設置されている。那覇市と浦添市を中心都市とする都市県の人口は約83万人。沖縄本島内の宜野湾市より南にある全自治体が含まれる。 おおむね10%通勤券であり、詳しくは都市雇用券参照。ありがとうございます。